Right. Let's go. The Sambon Part 2. Ghost of Tsushima. Let's go. Follow the wind, dekat dia. Dekat dia lah follow. しようとしたが、あえなくハーンに。おじ上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち、わかるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても返り討ちに会うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い故郷を取り戻そう。だったら私が。ギルドハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。おい、おい、お前、おお、jangan tunjuk diri. Aku ingat nak kena fight. ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。Nyorok pula. Oh amai. Be. Anta wo sagashiteru nda.馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてある。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では風を登れるようなものは。タカの腕なら挟みしまえさ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様。
海原深くくくりたれば天をつかずやもろともにして。What? Suktaku Yasi! Oi,
僕うまい。手は誰だ？侍、小川道場の猛虎の手に。かつて夏の間、長尾家の若い奴らと稽古したな。日本の剣術を盗まれてしまいます。そうたやすく得得はできぬが、止めに行かねばな。旅の安全を祈っております。稲荷の神が守ってくださる。俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。では一人だけ生き残るってのはどんな感じ。ぶしつけですが、ずいぶんとお疲れのご様子。体は休めていらっしゃいます？戦が続いておるからな。確かに休めておらぬ。では日吉の湯にいる妹をお尋ねください。病にかかった時、進められるまま湯に浸かると体に力が戻るのを感じました。それは良いことを聞いた。
ちの道具を見ていってください。恐れながら数が足りませんね。礼を言う。またいつでも手に入りにくいものが揃ってますよ。酒井様、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか。ああ、いいえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っている。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたらここに持ってきてもらえますか。いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。素材が足りいないようですね。どうかご自愛ください。待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。早く死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。後でタカも手伝ってくれるよ。ああ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。弟は何というかな。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内を明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。
この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営、入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ、敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。奥の守りは固そうだ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。何だってやらなきゃ。通るぞ。お前はどう見る。足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。抜かるでないぞ。わかりました。あとを追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだ。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。
よ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を寄せるのであれば、その時は考えてやろう。いました。寄るな。生きておるやもしれぬ。この焼き図では死なぬはず。見てください、この傷の跡は矢ではありません。刺客槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじゅうよ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならぬ。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。
私は後だ。行くよ。川まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りん。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。こっち。弟を探してる。タカという刀。お前はない。だが多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた。槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。もうこのことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。似合わぬ。たむかわぬよう民に言い聞かせる。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かぬ。殺せ。すべてを失ったつもりのようだが、老いはまだ生きておるぞ。神社。我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。老いも時期見つかる。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。Right, aku rasa sampai sini dulu. Kita sambung part 3.
Right, thank you guys for watching. And I'll see you guys in the next video. Peace.